川崎病という、原因不明の、病気になって入院ちっちゃいのが、入院するとね、あのかわいそうなんですよ。もう、うちの、あの、今のなんかもちっちゃい時にもう入院する、はい、点滴を、ずっとちっちゃ、はい、あんなちっちゃい子供がね、ずっと点滴を打たれてる、あのね、あの、辛さ。俺、あの、ね、人生、病気してないから、はい、あの、注射っていうのが、ほぼ経験ないんですよ。あ、予防注射もしないんですか？したよ、したよ。予防はした。そら、学校からの命令で。俺はしたくなかったよ。俺は断るって言いなかったけど、予防注射はせなあかんから。もうあんなちっちゃい手にな、もう。怖いですかね。入るね、もう、もう、ほんと、あの、そうそう、この俺が、はい、要するにね、鬼の明石家さんまが、はい、涙を流さない俺が、はい、その点滴見た時は泣いたもんね。そこで？そう、そこどこで。もう、どう、することもできひんやんか。もう医者に任さなきゃないし、はい、気合で治すとか言って前怒られたことあるから。子供にね、風邪ひいたから言って、大丈夫って言ってね、はい、そんなもん雨に向かって、太陽に向かってみかん食うて走ったら治るからって。俺はそうして治してきたんですよ。はい、でもそれは大竹しのぶさんには伝わらなかったみたいで。許せなかった。バカじゃないよ。青川お前、俺はそうして治してきたよ、お前。勝手にすれば、とか言って。おお、勝手にするわ、言うて、子供の風邪で喧嘩したことがある。だからもう、うちなんかああいう、そのね、マネージャーの子供は、はい、2週間ぐらい入院しなきゃいけない。まあ、先週からやから、あと1週間ですけども、そんな長く入院してませんでした。3日とか4日ね、うちの子供高熱出して、入院した時のあの点滴の姿は、今でも思って、点滴の瓶の方が大きいんちゃうかと思うぐらい。大きいです、大きいです。ねえ、だから、それを。切ないですね。切ない、切ない。